これは数年前、6年前後前にある方がメリクロン化された苗をある程度成長させて販売してヒットしたバランガンと言っていたかもしれませんが、まあベランガン、バナナ苗ですね。これは最初ですね、まあ私も何本か購入して育ててみたんですが、露天露地で無保護で越冬すると言っても世代交代して出てきた子株がストレス斑を出してなかなかノーマルな苗として育ってこなかったんですね。それで何年か、3年ぐらいでしたかね、の世代交代を経た後、ちょっと場所を変えて、北風と西風があまり当たらない山の別な場所に植えて、やっとノーマルな苗に育ってきたんですね。ですから当地では通年露天露地無保護栽培で育つようになってきたということでは、ブラックナンはあるいはナンはダンと同じ状況での生育が可能になっている苗です。まあ私はベランガンと書いて おきましたが、まあこれを英語風に発音すればバランガン、バランガンとなると思いますが、まあどちらでも名前は構いません。でこれはおそらく本州で通年露天露地無保護栽培として育っている苗としては初めてのものじゃないかと思いますね。東方でも世代交代を3年ぐらい繰り返した後にやっとノーマルな状態で通年露天露地無保護栽培として育ってくるようになった苗ですから、他の地域ではちょっと本州では難しいのではないかと思いますが、これを植えてみたらどうかな、どうなるかはちょっとわかりませんね。この苗をお譲りして誰かが通年露天露地無保護栽培したという例はまだないんです。でこれは現状ちょっと大きめのルートラップポットに植えてあるのは、来年ぐらいに子株が、今地中水芽になっているのがあると思うんですが、来年子株が出てくると思うので、そのためのスペースを取るためにちょっと大きめのルートラップポットに植えてあるんですね。でこれは他にも私は苗をちょっとだけ持っていますので、出品してまあ温室栽培じゃなく露天露地か、あるいは無加温ビニールハウス内で栽培してみたいという方のために出品しようと思っているんですが、まあ、ちょっとこの葉っぱのところはですね、そうですね、この
今ここに巻き葉が出てきてますね。新木巻き葉が出てきていますね。この上あたりでカットしておく、送らないとちょっと難しいかもしれないので、出品して、梱包発送する段階では、まあ季節的にもですね、これらの葉っぱはいずれ、やれ葉になりますから、カットして、もし、梱包サイズ上可能ならば、この巻き葉のところだけ残しておいて、梱包発送しようと思っていますね。まあ、ちょっと、日本では、特に本州ではまだまだ、通年露天露地、無後栽培は困難かとは思いますが、これはもう和歌山県みなべ町ではそれが可能になって2年ほどになるないかと思いますね。まあ、全体的な感じは、ちょっと離れて、下から、ちょっと手前に、マンゴー苗とかあるので、見にくいかとは思いますがね。こんな感じになってますね。左側の、今中央に移して、ここは、山の南シャチバナナ畑の、一番高いところからコンクリート区画でいうと1,2,3,4 上から5段目なんですね。でここにだいぶ前にバランガンあるいはベランガンというバナナ苗をあれはマレーの方からでしょうかね、輸入した方、大量に苗を輸入した方が発売して全国で購入した人たちがいたと思うんですが、おそらくほとんどはダメになったんじゃないかと想像します。私もこのベランガン、あるいはバランガンをですね、梅半分、バナナ半分の平地の方で育ててみたり、それからこの下の方ですね。で、育ててみたりしたんですが、このシャチ、コンクリート区画があるシャチの下の方で育てていた時は3、4年間、世代交代を繰り返して、その度に奇妙な不入り、まあストレス斑ですね、を出していて、これは、まあ和歌山県で無理かなと思ってたんですね。和歌山県の通年露天露地無保護栽培でですね。ストレス斑ばっかし見ててもしょうがないので、ちょっと、一計を案じてもうちょっと上の方に上げてみたらどうだろうと思ったんですね。で、数段のコンクリート区画を上げてきて、今言いましたように上から5段目のコンクリート区画に植えてみたら結構育って、通年露地、無保護、幸いで大きな苗ができるようになったんですね。で、去年でしたかね、三重県の方でバナナ栽培をやっている方が、その大苗を購入してくれて、その地の無加温ビニールハウスで、緑葉を
ある程度保持して越冬したというんですね。それでもしかしたらそれは三重県のその方の地で行けるかもしれないと思われたのかしれませんが、もう一株ないですかと問い合わせのメールが来たので今探しに来たんですね。確か大苗の方を出品して小株をおそらくこの右側のちょっと灰溜みしているものを残しておいたように思うんです。そうしたらこの隣にこういうストレス半なしの普通の緑葉の小さな苗がもう一本出てきて、この環境では通年露地無保護栽培で生きるようになったんですね。おそらく8年から9年ぐらいはかかったと思うんです、ここに来るまで。まあ、それで越冬して緑葉を保っていたなら一本もう一本欲しいと言われるので、まあ私の方にこの小さい苗を残しておいて、こちら、まあこれは冬に傷んだんだと思うんですが、この巻き葉を見てますとこれは育つだろうと思いますんでね、こちらを掘り上げて送るようにしようかなと思っています。まあこれからちょっと掘り上げる作業をしてみます。